どうも皆さんこんにちは、ゆうすです。よろしくお願いします。松田選手とは対談で、何度かお会いさせていただきました。年も近かったというか同じ年です。年も同じ年だったこともあり、家族の話や仕事の話やそれぞれの性格の話、短い時間だったんですが、すごくたくさん話をしました。松田選手は正直でまっすぐで裏表がなくて、男の僕たちから見ても本当に憧れるような男でした。僕たちは言葉よりもやはりミュージシャンなので、歌を歌いたいと思います。この曲を松田選手に、松に捧げたいと思います。聴いてください。会いたい。もしも願いが叶うのなら、どんな願いを叶えますか。僕は迷わず答えるだろう。もう一度あなたに会いたい。その花火が色づく季節、今年も鮮やか。